よろずのことどもしたためさせたも、親しゅう都合祭り、世になびかぬ限りの人々、殿のこと取り行うべき神しも定めおかせたも、御恩ともにしたい聞こえる限りは、また襟入れたまえり、かの山里の御恩住みかの具、住みかの具は、ええさらず取り使いたもうべき者ども、ことさらよそいもなく、ことそぎて、また去るべき文ども、文集など入りたる箱、さては金一つを持たせたもう、ところせき御恩調度、華やかなる御恩よそいなど、さらに愚したまわず、怪しの山がつめきてものしたも、山がつめきて、もてなしたも、三郎人々よりはじめ、よろずのこと、皆西の隊に聞こえ渡したも、領事たもを見そう、見巻きよりはじめて、去るべきところどころの剣など皆立て祭り起きたも、それより、他の三倉町、納め殿などいうことまで、小納言を、はかばかしき者に身を着たまえれば、親しき警視ども愚して、白示すべき様の、様どもの、のたまい預く。まあ、これは非常に事務的な事柄、受け渡しの事柄ですね。よろずのことども、つまり、いよいよ、住まいの出発が近づいてくるわけで、そのことにつけて、諸事万端のことども、支度を整えなさっている。親しくお使い申し上げていて、世になびかぬ限りの人々、この世相の変化なんかになびかない限りの人々、源氏に変わりなく心を寄せている人々ですね。そういう人々に、このお留守中の御殿のこと、執り行うべき神下の定めなんかをきちんとお決めになっていらっしゃる。それからお出かけになるについて、友をさせられるものの、御友に従おうとして、したい申し上げているものの限り、またその中から、しかるべきものを、えり出していらっしゃる。選出なさった。かの山里の住みか、これは住まい行ってお住みになるべきその場所ですね。そのお住まいに必要な道具、まあ、住まは海に近いところですけれども、そのお住まいのあるところ、それは一つと離れた寂しいところだから、かの山里とこう言ってるわけです。その例の須磨でのお住まいの場所の入り用のものは、ぜひ必要なものとして身近にお使いなさるべきあれこれ、ことさらに装いもなくことそぎて、わざと配慮して
格別の飾り気もなく質素にして、ことそぐ質素にして、また叱るべき書物など手近に備えておかれるべき書物なんか、それから文集など、例えば白紙文集などというふうなものを収めてある箱、さてはまた金のこと一つをお持たせになる。金のこと、七弦の金のことですね。ところ席音調度、まあ大げさな調度などは華やかな、あるいは華やかな音装いの品々などは全くお携えにならないで、怪しの山がつめきてもてなしたも、身分の低い山がつめいた感じで、いろいろ準備をなさる、ほんの極めて質素な形で準備をなさる。さぶらう人々よりはじめよろずのこと皆西の隊に聞こえ渡したも、自分のそばに使っていらっしゃった女房なんか、さぶらう人々ね、おそばに使っていられたそういう人々をはじめとして、一切のこと皆西の隊に聞こえ渡したも、お預けになった。紫の上の方にお預けになった。あるいはお譲りになる。それから、領事たもみそを見まき、所領として持っていらっしゃるみそを、荘園ですね。それから見巻き、巻き場、東北なんかに巻きを持っている貴族はそういうものを持ってますから、そういうものをはじめとして、しかるべきところどころの剣など、しかるべき領有地の剣っていうのは、所有証明書ですね、所有を証明する書類、所有権の書類などを皆お渡しを気になる、紫の上の方へお渡しを気になる。それより他の御蔵町納殿などのいうことまで、御蔵町っていうのは蔵の建っている、蔵のある一角が御蔵町。それから納め殿も財宝などを収納しておく場所ですね。そういう倉庫の一角、あるいは、財宝を収納しておく建物などのことまで、小納言をはかばかしきものに身を着たまえれば、
紫の上の乳母になる人ですね、少納言。その少納言を墓ばかしきもの、テキパキとことを処理していくものとして、認めていらっしゃったからして、そちらの方においだねになって、また親しき兄子どもほんの身近に親しくお使いになっていた兄子というのは、屋敷を管理するその家の事務を取り扱う事務職のものですね。その親しき兄子どもをお召しになって、そして取り締まるべき知らしめすべき様、取り締まるべき次第などを言いつけて、そしてお預けになる、これこれのことこんなふうに処置していけというふうな具体的な指示を与えて、そしてお預けになる。